この4本の割合で栄え続けた方向に一番上に向かいまして、南北方向、東西方向を確認して割合が続けになっているか確認を行います。この時クレーン操縦者は手元の電話により微調整を行います。続きまして、クレーンについてご説明いたします。栄えこの電話を操作を行えたクレーンについていただきます。現在使用しているクレーン、主幕は40トンクレーンです。クレーンの性能としては、2機で最大80トンまで積み上げることが可能です。このクレーンはご覧の通り、地上にて操縦者の無線操縦により操作を行います。クレーン1機あたり1人の操縦者につきまして、先ほどの説明の通り、2機のクレーンで車体を動かしますので、2人の操縦者が息を合わせて同時に操作を行います。